お元気ですか、ボクシミンです。今回は富山ブラックのカップラーメン試食動画でございます。早速ね、お湯入れて5分待ちたいと思っております。5分経ちました。じゃあ早速食べていきます。その前にね、まず火薬を入れました。で、まず蓋を開けまして、ですね、まずはこの、火薬スープを入れたいと思います。で、こちらでございます。で、少しね、混ぜまして、なんか大体ね、これね、あの胡椒が効いてるね、あのラーメンだって、ね、あの聞いておりますけどね、私あの辛いものはね、あの平気でございます。過去のね、焼きそば弁当で挙げた通り、辛いものもね、ペロリと食べちゃいっちまうほどのね、あの平気な方でございます。で、この液体スープを入れまして、最後までこうやって絞りまして、で、少しこうやってね、よく混ぜまして、お、確かに、ね、真っ黒ですね。この火薬というのはね、このね、チャーシューですね。はい、で、早速ね、食べていきたいと思います。はい、じゃあまずスープからいただきたいと思います。これ辛いで、ね、ラーメンだと聞いたんですけどね、全然ね、まあ、辛くも全然ないね、あの普通のねスープでございます。あのどっちかというと醤油が効いてるね、あのラーメンかと思います。ちょっと足りなかったかな。で、早速ね、麺の方もいただきたいと思います。麺はね、するので、なんか細麺でございましてね、こう醤油とね絡んでね、とてもね、あの美味しゅうございます。よかったらですね、こちらのですね、富山ブラックをね、購入してみてはいかがでしょうか。で、本場のね、富山ブラックラーメンもね、食べていきたいとは思っております。はい、以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。